行こうぞ。皇帝を占勝した炎術は諸侯を敵に回し、失意のうちに世を去った。これにより天下では英傑二人の対決が浮き彫りとなる。帝をいただき中原を制した曹操、対するは圧倒的兵力で天下をうかがう華北の雄袁紹である。彼のもとには曹操に領地を追われた劉備も身を寄せていた。日々緊張が高まる中、もう一人の英雄がその隙を狙う。若くして江東を制した孫策である。そしてついに曹操と袁紹が直接対決の時を迎える。軍友たちは各々の思惑を秘め、勝敗の行方を見守っていた。さあ、俺たちで天下を取っちまうぜ。お前にも期待してるからな。もちろんです。この周公金、あなたの刃としてお使いください。今は及ばぬが、わらわは必ず登り詰めるぞ。皆の考えはよくわかった。しかし、この戦、私は曹操の軍を正面から迎え撃つ。それはなぜでしょう。名族として、男として、堂々と雌雄を決する。それが私が望む曹操との戦いだからである。異存はないようであるな。この戦に勝利し、新たな世の礎を築く。皆の奮戦を期待する。はっ。あなたはわらわが認めしお人、喜んでお仕えしまする。おう、よろしくな。一緒に新しい時代を作ろうぜ。
よーし。これあなたにあげるね。礼を言う。今日からわらわとそなたは一心同体。何があっても助け合うのじゃ。ここ、あたしたちの約束の場所だね。気に入っちゃった。じゃ、そういうことだ。承知つかまつる。うん、よいぞ。
我が輩はこれから小休止をするつもりだ。お主も付き合わぬか。気を張ってばかりでは力を発揮できん。くれぐれも体は大事にせよ。いいな。